ッチを押し間違えてるんですよ。はい、というわけで改めましてこんにちは、たまさまバンドです。いや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 ね、今日ライブできてよかった。いやほんとね、ケイスケ君にね、お誘い受けた時はもうメンバーとかも全然決まってなくて、でもなんか自分の中でこのメンバーとやりたいなっていうメンバーで今回はちょっと集まってもらってね、はい、なんかこういう感じなんですけど、まあこの中にまだだいぶ初めてって人が2人いるんですよね。今日デビュー戦っていう人が2人いて、はい、まあ、ちょっと今順を追って説明していくんですけど、まあ説明を踏まえながらメンバー紹介したいと思います。このメンバーの中では一番僕と付き合いが長くて、まあすごいいっぱいヘルプしてもらってて、まあ頼りになる弟分、バンドのね、ドラムケイスケ。あ、もう愛してる人いっぱいいるからね、愛してる人いっぱいいるからね、本当に愛されちゃうね、愛されちゃうね、みんな愛してる、そうそうそう。でこの話をねいただいて、ベースどうしようって思った時に、一番先に僕の中でこの人でやってみたいって思っていたプレイヤー、今ねバンカラでも弾いてますけども、すごい上手くて、上手いだけじゃなくてちょっと変態だなって思う。ベーシストはやっぱり変態じゃなきゃダメかな、うん、ねえ、そうベース、ともちゃん。もうね、ブリ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 弾いてたからね、今ね気持ちよくね、やらせていただきました。で、こっからなんですけどまあさっきもちょっとね、MC で若干微妙に挟んだんですけど、僕はギター苦手なんですよねなんですけど、ちょっとこの2曲目のね、今シドのモノクロンキスっていう曲をやるときに、これアコギ入ってるなみたいな言ったときに、なんかちょっと、ああそっかみたいな、俺弾かなきゃいけないんだっていうちょっとねプレッシャーを感じながら、これまあ一人やるのすごい大変なんでね、ギター一本で大変なんで、じゃあやってくださいっていう課題をいただきましてまず3つの山って言ってるんですけど、このライブをやるまでに3つ山が僕ありまして、まず1つ目がそれだったんですよ弾けるかなみたいな、ちょっとね、まあ他の音で埋もれて聞こえなかったと思うんで大丈夫だと思うんですけど、はい、はい、そう、そう、僕が思う中でまあ本当、まあ僕バーやってるんですけどね、カラオケバーみたいなとこやってるんですけど、その中でもまあ3本指に入るギターの上手い、でも今日本当に初めてデビュー戦のライブかね、ギターヤブトミー。最近ちょっとね、最近いろいろ機材買ってますこれからなんか一月前に言われたんで、もうメルカリでこれ急いでこれを買ってですね茨城県の方から買いました。最近ギターどころかボーカルもなっていうかね、ボイトレも行ってるんで、やっぱね、どこ目指してるんですかっていうギターボーカルですかって言ったら、なんかまあやりたいんでやってますみたいな回答ですね。はい、根っからの音楽家だと思います。はい、なんかお誘い合わせあればね、ギターで矢本さんを誘ってあげてください。はい、で、2つ目の山がですね、僕ら今日練習してきたんですけど、その前1週間前に金曜日に1回練習あったんですけど、金曜日の2日前水曜日かな、水曜日にすいません、卒業制作間に合わないかもしれないんで、ちょっと今回は断ってもいいですかっていうメンバーが1人いましてでもなんかなんとかなったんでね、いや本当に出てほしかったし、まあ彼女もデビュー戦で、まだバンド仲間がそんなにいないんで、本当にいい存在だと思うんで、もしご用命があればキーボードで、はい、最近はベースもちょっとやろうと思ってます、キーボードのキッチそうそう、でこれね、知ってる人と知らない人がいると思うんですけど、俺ね、なんか繋がってるツイッターとかね、そういうの繋がってる人分かってると思うんですけど、僕ちょっと喉をやらかしまして一緒、金曜日の日にマックス喉の調子悪かったんですね。練習スタジオ入りますみたいな、2回しかない中の1回がそれで、おはようございますみたいな中で、ファルセットは出ないしシャウトもできないみたいな中で1回目やったんですけど、
はい、その中で、まあね、みんなもなんか信じてやってくれたと思うんで、今日は全然大丈夫だよっていうのを、ね、なんか練習で分かったと思うんですけど、なんかまあ、あのそういう山場をね越えながらで、なんかちょっと咳が止まらなかったんで、なんか病院行ったら喘息ですって言われたんですよ。大丈夫？そう、ボーカリストとして喘息はちょっと致命傷だなと思って、でもちょっとなんて頑張って治します。治らないって言われてますけど治せるように頑張ります。はい、喘息と痛風は治らないですからね。そうね、そして腰痛もやってるから腰痛も治らないからね。どん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 年を取るとね。そんな43歳ボーカル玉木です。すすきの界隈では玉様って呼ばれてます。なので玉様バンド、玉様、おい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 、こら玉様、ありがとう。なんでだよ。はい、というわけでね、うちらはそんなに用意してないんですけど、あと2曲で、はい、締めたいと思います。はい、あと2曲やって今年のライブ収めをしたいと思うんで、みんな最後までついてきてくれますか。まだまだ乗れるかい。怖い。今日はアニソン芝居だよ。生さんからアニソンやらないぜ。みんな知ってるだろうこの曲。Yeah!